はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回は This is the Police 11日目になりますね。プレイの方をやっていきたいと思います。でですね、実はちょっと最初に、お詫びがありまして、今回ですね、この今お話している声、喋り声ですね、実況については、後からつけています。というのもですね、実はゲームの時に収録していた実況音がうまく収録できてなくてですね、プレイの方だけ進んでしまったという形になってしまったためなんですが、この This is the Police はですね、オートセーブ機能がついていて、戻ることがちょっとできなくてですね、プレイのやり直し、つまり収録のし直しができなかったがためにですね、今回、声だけ後から入れさせていただいています。その点だけ、大変申し訳ないんですが、ご了承いただきながらですね、一緒にプレイの方していければいいかなというふうに思っています。で、早速ですね、市の方からまた仕事ぶりが悪いということで予算の削減を、言われてしまってですね、職員を1人解雇しなきゃいけないというかなり厳しい状況に早速追い込まれてしまって、1人オースティンを、解雇することにしました。特に理由はないんですけど、一番能力が低いバーチジュニアかな、いや、バーチかな、をですね、解雇しようかなと思ったんですけど、これは親子で雇っておいた方が面白いだろうということからですね、オースティンを今回は解雇に踏み切らせていただいています。なので、シフト B の方から1人警官が人員削減されたという状況からのスタートになっています。ちなみに今回はシフト A なので、直接的な影響はないんですが、まずはシフト B の方からさらに人が削減されたという状況にはなってしまいました。で、不法侵入事件が起きてますので、警官を2人派遣しますというところですね。なので、ちょっとですね、クリストファー・サンドの要求に従いすぎて、死の意向にだいぶ反してきたというところがあり、これまでに警官2人分を枠としては削られてしまっているので、これから少しバランスを見ながら、サンドの要求も2回に1回ぐらいの割合で受けていくようにしたいなというふうに思っていますというところで、農場での不法侵入事件の続きですね。ここはもう中に人が侵入してるよっていうことだったので、裏口に回るという選択にして犯人を無事逮捕できましたというところになります。で、今度はエブリデイショッピングセンターですね。薬中の人間が、お酒、しかも高級酒をパクろうとしたと、そういう事件ですね。何はともあれ、人をこれ以上削減されてしまうと、事件を裁くリソースがなくなってしまうんで、やっぱり何といっても人員の確保、今確か市の方に、出していたこの要求と同時に解雇した人間もいて、そういった人間たちから労働組合に訴えられてるっていう状況ですよね。で、これは市に要求していた刑事を1人増員してくれっていうお願いが却下されたというところですね。で、さらにそんなところからサンドから要求が来たと、ここは会計士がレイプされそうになってぶっ殺そうとしたら、警察に洗いざらい喋るぞって言ってきたんで、なんとかしてくれよってサンドが泣きついてきたという、事件性というよりかはね、刑事事件というか、その民間人を巻き込む事件で死に怒られるようなことではないので、ここは自分の犬として飼っている人間を送り込みましょう。で、エブリデイショッピングセンターの一件は無事逮捕しましたというところになりますね。この街かなりね、異常者が多いんで、自分もね、自然的に異常な人間へとなっていくっていう傾向はあるんですが、で、さらに3度から18時39分に、市内でちょっとした事件が起きるんで、いつも通り見逃してね、報酬は10万円っていう内容ですね。ちょっと10万円じゃね、受けたいところではあるんですけど、
ちょっとね、さっきもしから予算を削減され、こちらからの要求も却下されたばかりなので、ここはこの後事件に立ち向かう予定で進めています。で、今度は暴行事件ですね。ここの方は、スロット枠も4と大きいので、フルフルで派遣をすることに、しています。まあ、この手の、ね、ゲームって、まあ、好き嫌いはっきり分かれるところかなと思うんですけど、まあ、シンプルで分かりやすくて、それでいて奥行きもあるっていう意味では、まあ、グラフィックスこそね、ちょっとしょぼいですけど、結構ね、面白いゲームかなと思うんで、こういうタイプの、こういう、なんていうのかな、プレイフィールのゲームが他にもあれば、ぜひやっていきたいなと思ってるんですけどね、なかなかちょっと探してるんですけど、まあ、ここまで、ある意味完成度の高いゲームってなかなか見つけられなくてね、まあ、しばらくの間は、信長の野望、This is the Police、提督の決断で、ちょっと毛色は違うんですが、ファミスタクライマックスの4本を並行プレイでね、やっていきたいと思いますんで、ぜひぜひ他のゲームを楽しんでいただければなというところで、ここは銃を持ってそうな人間が暴行を働いているっていう事件に対して追加で人員の派遣要請が来てますんで、2人派遣していきます。で、これが3度から要求のあった、まあ、見逃してくれっていう事件ですね。これには犬を派遣したんですが、まあ、結果がどうなったかというと、ちょっとこの後すぐ出てくると思うんですけど、まあ、簡単に言うと、また市民に被害が出たということでね、また市からの評価を下げてしまう結果になってしまったんですよね。なんでここも警官をね、もうちょっと大量に派遣しておくべきだったのか、あるいは今出ているこの選択肢が、まあ左の塔に行くっていうのを選択したんですけど、まあ、これじゃないものを選択しておけばよかったのかなと、まあ今更にはなってしまうんですけどね。でね、実はこの This is the Police 攻略サイト、日本語の攻略サイトがなくて、まあなんていうのかな、本当に初見プレイでやっているんで、場合によってはもうそろそろゲームオーバーになってしまうんじゃないかっていう危機感もあるんですけど、ゲームの内容としてはかなり好きな感じになってますんで、この後、まあなんていうのかな、総集編というか、その面白事件集みたいな、珍事件集みたいなのを作って、その珍事件だけを並べた、まあ動画ファイルみたいなものをね、作って YouTube の方にも置いてみたいなというふうに思ってるんで、まあ、事件の中身に興味がある方はね、そちらの方も見ていただければなというふうに思ってるんですけど、一部はすでに Twitter の方に、まあ、珍事件ファイル集みたいな形で、1分から1分半ぐらいの動画にしてまとめてますんで、興味ある方いらっしゃればですね、動画の解説欄のところに、概要欄解説欄のところにツイッターのリンクも貼ってますので、そちらの方を見ていただければ、その他いろいろ収録状況等も含めて情報発信してますので、ぜひぜひツイッターの方もチェックしてみていただければなというところですね。で、この後は、新しい事件、前の事件、刑事事件の、新しい証拠があるかないかという確認ですが、まあ、2つともないので捜査は続行ですね。で、もう夜中も更ける1時前ですが、さらに事件が発生しているので、警官を派遣します。というところになります。まあ、警察はね、もちろん24時間大変なお仕事だと思うんですけど、警察署長がね、朝の7時から、それこそ夜中の3時まで、陣頭指揮に当たるってなかなかないというか、まあ、実際には多分ない、だろうなと思うんですけどね。多分警察署とかだと、司令室みたいなのがあって、そこでね、その、事件の発生状況とか対応状況とか確認して指示を出すんでしょうけど、まあ、ゲーム上は僕、警察署長が全部指示出してますからね。というところで、今日も長い勤務がやっとこさ終わったかなというところになります。この後はストーリーの進行フェーズに入っていきます。
In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've gotta respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. ここでボルガっていうね、新しいキーマンが登場するんですが、この後、まあ、見ていただければと思うんですが、ボルガっていうのは、まあ、ギャングの一人ですね。この後、この街のボス、ギャングのボス、クリストファー・サンドとどう絡んでくる、来る展開になるのかね。ちょっとわからないんですが、展開として期待するのは、まあ、クリストファー・サンドとこのボルガが対立して、まあ、うまい具合にね、その板挟みになって、事件に介入せずに、あるいは事件に介入しても、どちらからかは感謝されるっていうような状態を作り出して、まあ、市からのね、市長からの評価を上げていかないと、さらに人員を削減されてしまうと、警察組織の運用、運営がままならなくなってしまうんで、まあ、そこのね、バランス調整役としてこのボルガが入ってくれれば嬉しいなという期待感あるんですけどね。まあ、所詮ギャングですからね、とはいえ。バーガー broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas.But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest.I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. One of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so good?Gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around, but I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only been like for friends. で、今更ちょっと余談ですけどね。実はこれタイに旅行に行く、まさにその出発の1時間ぐらい前に収録をしてます。出発っていうのは今回成田から行くんですけど、成田空港に向かうよっていう1時間ぐらい前に、ちょっとね、張り切りすぎて、早く支度が終わってしまって時間ができたので、その間に収録してますんで、まあ、ちょっとその辺の浮き足だった感じで、実況のね、声の方の収録に失敗してしまったのかなっていうところは、ちょっと旅行で、こう、地に足がついていない感じになってしまったので、旅行中はね、そういった、なんか変なことが起きないように注意はしたいなというふうに思ってます。はい、というところで、11日目プレイが終わりましたというところで、次回12日目をプレイしていきたいというふうに思います。というわけで今回はここまでにします。